こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルは日本一楽しい料理教室を目標に活動しています。この動画ではメンチカツの作り方、ひき肉の性質について分かるようになってますので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。では早速作っていきましょう。まず玉ねぎを角切りしていきます。今日のメンチカツは昔ながらの玉ねぎがシャキシャキした甘いメンチカツ作っていきますね。玉ねぎはみじん切りにするとあまりシャキシャキ感が残らないので、ある程度大きさがあった方がシャキシャキ感が残って美味しいと思います。これで玉ねぎは OK です。次にひき肉をボウルに入れます。後でコネコネしやすいように軽く混ぜておきますね。ここに調味料を加えていきます。塩小さじ1/2、おろしにんにく大さじ1、味噌小さじ1。この味噌が隠し味でコク出しになるんですよ。ナツメグ3振り、これは臭み消しに使っていきます。スーパーで100円ぐらいで売ってるんでね、ぜひ買ってみてください。ここでしっかり調味料を混ぜるようにこねこねしていきます。ハンバーグの場合は肉汁を閉じ込めるため氷水を当ててしっかりと粘り気を出すんですけど、メンチは衣つけるんでそこまで気にしなくても大丈夫です。しっかりと調味料が混ざったら、ここに玉ねぎを投入してさっくりと混ぜ合わせていきます。塩と玉ねぎが合わさると玉ねぎの水分が抜けてくるので、ここからは手早くいきますね。こんな感じでさっくりと合わされば OK です。これを4等分にしていきます。ちょっと大きかったから6等分でもいいかもしれないです。ハンバーグのようにキャッチボールしてしっかりと空気を抜いて丸く成形しておきます。こんな感じで OK です。衣をつけていきます。左手前から小麦粉、溶き卵、パン粉です。左手に小麦粉つけていきます。全面にしっかりと小麦粉ついていないと衣が剥がれやすくなってしまうんで、しっかりと小麦粉はつけてください。これを溶き卵に入れていきます。手を右手に変えて今度は卵を絡めていきます。左手と右手をうまく使い分けると毎回手を洗わずに1回でいけますよ。これをパン粉の上に乗せていきます。両面にしっかりとパン粉つけていきますね。粗めのパン粉の時はポリ袋とかに入れて手で少し砕いた方が使いやすいですよ。パン粉がしっかりと全面についたらこれで OK です。準備ができたので早速調理していきます。160度の油でこの大きさだと8分揚げていきました。6等分とかなら7分ぐらいで様子を一度見てください。必ず鍋の下の方が熱くなってくるので、定期的に油をかき混ぜて温度が均一になるようにしてくださいね。温度計が家庭に1本あるとめちゃくちゃ料理が簡単になります。150度から160度になるように火加減を調節してください。途中で出てくる揚げカスは焦げるので取り除いてくださいね。8分経ったので取り出して余熱で中まで火を入れていきます。これで完成です。めっちゃうまそうな揚げ加減ですね。早速切っていきます。今回のメンチは下味をしっかりとつけているのでソースはなくても大丈夫です。お好みでウスターソースをちょっとつけてもらってもとっても美味しいと思います。明日使える家庭料理を週3日お届けしています。ぜひ下のチャンネル登録のボタンポチッとしてもらえたらとっても嬉しいです。